目が痛い。そしてここに豆腐を少し入れる。皆さんこんにちは、ピヨコです。今回は美味しい、作りながらお話をしてみたいと思います。皆さんこんにちは、ピヨコです。お元気でお過ごしでしょうか。はい、私は元気です。それではスタート。それではスタート。皆さんこんにちは、韓国のすべて韓国ラボのピヨコです。今回は美味しいこのカナフェを作ってみたいと思います。あまりそのエビをこう解体してたら、そのエビがピョンと飛んで、ある日本の男性の膝に着陸をしました。すごく暑かったのに。で、私すごくその時慌てて、皆さんこんにちは、ピヨコです。皆さんこんにちは、ピヨコです。私普段ピヨコは辛いものは食べられないだろうとよく周りから言われたりするんですけど、それは単なる固定観念っていうことを皆様にお見せしたいと思います。皆さんこんにちは、ピヨコです。皆さんこんにちは、みよこです。私周りから今日なぜ赤い服を着たかというと、ちょっとおっちょこちょいなので。で、もう必ずこれは 100% ですよ、必ず跳ねるんですよ、ブラウスに。それの防止のために赤いブラウスを選びました。コーナーが終わりましたら